ご視聴ありがとうございます。いぐさチャンネルがお届けいたします。スタンダール作、パルムの総員、その第108回、第24章、宮廷、続きから、公爵夫人は城塞へ駆けつけたが、ファビオ・コンチ将軍は、軍事法の名分に照らして夫人を拒絶することに激しい喜びを感じた。何人も太后の署名入りの命令書なくしては国家の牢獄へは入り得ないのだ。でもクレッセンチ公爵とお抱えの学士たちは毎日城塞へ来ているじゃありませんか。それは私が彼らのために太后の命令書を得たからです。哀れな夫人はその不幸をすっかり知っていなかったのだ。ファビオ・コンチ将軍はファブリスの脱獄によって個人的に面目を失ったものと考えていた。彼はファブリスが城塞へ来たのを知った時、それに関して何の命も受けていなかったのだから当然彼を受け付けてはならなかったのだ。しかしと彼は考えた。これは俺の名誉を償い軍人としての経歴を踏みにじった醜悪時から俺を救おうとて神が送り届けてくれたんだ。決してこの機を逃してはならん。もちろんやがては放免されるのだから復讐するにもわずかな日よりないのだ。第25章、我が主人公の到着はクレリアを絶望させた。信心深く事故に厳しい哀れな娘もファブリスと離れていては何の幸福もありえないことを我と我が身に偽ることができなかったのだ。しかし彼女は父親の反毒殺事件のあった時、父の犠牲となってクレッセンチ公と結婚することをマドンナへ誓ったのだった。彼女はまたもう決してファブリスを見舞いとも誓っていたのだったが、すでに彼が脱獄する前夜、彼へ書いた手紙の中でついそれに触れたその誓いのために今では最も恐ろしい後悔に責められていた。心が沈んだ気持ちでじっと飛び交う小鳥を眺めながらいつものように目を上げて、その昔ファブリスが彼女を見つめていた窓のあたりを優しく見合った時、ふとまたそこから彼が優しい敬愛の気持ちを込めて挨拶するのを見て、この悲しい心がどんなに動揺したか、それをどう描けばいいだろう。彼女はそれを神が己を罰するための幻だと思ったが、やがて恐ろしい現実がその理性に現れた。また捕まったのだ。もうこれでおしまいだ。彼女は彼の脱獄後、城塞に広がっていた噂を思い出した。獄邸の末に至るまでが死ぬほどの侮辱を感じていたのだ。彼女はファブリスを見つめたが、その眼差しは我にもあらず、彼女を絶望させていた熱情をすっかり表していた。彼女はファブリスへ、あなたは私が私のために用意されている華やかな屋敷で幸福が見出せるとでもお思いですかと言っているようだった。父はあなたが私たちと同じように貧しいとうるさいほど繰り返しています。でもできることなら私はどんなに幸福にその貧しさを分け合うことでしょう。でももう私たちは二度とお目にかかってはならないのです。クレリアは自母を用いる力もなかった。彼女はファブリスを見つめたまま気分が悪くなり、窓のそばの椅子に倒れかかった。その顔は窓の手すりに乗っていた。そして彼を最後の瞬間までも見ていたいと思っていたかのように、その顔はファブリスの方へ向けられていい、そのために彼は彼女の顔をすっかり見ることができた。しばらくしてまた目を開けた時、その最初の視線はまずファブリスの上へ注がれた。彼女は彼の目に涙を見たが、その涙は限りない幸福のためだった。彼は自分がいなくても決して彼女から忘れられていなかったことを知ったのだ。この二人の哀れな若者はしばらくはお互いに目と目で見合うことに恍惚として動かなかった。ファブリスはまるでギターの連れ引きに沿うように即興の文句で歌い出した。僕が牢獄へ来たのはあなたをまた見るためで、やがて裁かれようとしているのだ。この文句は
クレリアの特技心を呼び覚ましたらしかった。彼女は急いで立ち上がり、自ら目を隠し、非常に生き生きとした身振りで、もう二度と彼を見てはならなかった次第を表現しようと努めた。それを彼女はマドンナへ誓っていたのだったが、ついそれを忘れて彼を見つめていたのだ。だがファブリスがなおもその恋心を表そうとするので、クレリアはムッとして、もう決して彼を見まいと心に誓いながら逃げ出した。というのは、彼女がマドンナに誓った正確な言葉は、私の目はもう決して彼を見ますまいというのだったからだ。彼女はその言葉を小さな紙に書きつけ、それを叔父のセザーレは供物の時に彼がおミサを唱えている間に祭壇で焼くことを許してくれたのだった。だがいくら誓いを立てていたといっても、現にファブリスがファルネーゼ島に現れてみれば、クレリアはまた昔のままの振る舞いをせずにはいられなくなった。彼女はいつもはただ一人終日居間で過ごしていたのだったが、ファブリスを見たために思いがけない混乱に投げ込まれ、それからやっと立ち直るとすぐに官邸内をうろうろ歩き回った。言ってみればまた身分の低い友達と交わりを始めたのだ。市中部に雇われているひどくおしゃべりの老婆は、謎のような態度で彼女に言った。今度はファブリス様もこの城塞をお出ましにはなりますまい。もう城壁を乗り越えるような過ちは犯さないでしょうけれど、とクレリアは答えた。でも釈放されれば門から出かけます。いいえ、あなた様、あの方が城塞をお出ましになるのは、足を先に担架に乗ってのほかございませんよ、きっと。クレリアは真っ青になった。それが老婆にもはっきりわかり、そのままおしゃべりをはしょってしまった。老婆はファブリスを病死として世間に言いふらさねばならない長官の娘に向かって、こんなことをしゃべり散らすなんて随分粗骨だったと思った。クレリアは部屋へ登る途中で極意にあったが、これは気の小さな正直者で、ファブリスが重体だとおろおろして言った。クレリアはほとんど我が身を支えられなかった。彼女はあちらこちらと叔父のドン・セザーレ氏を探したが、やっと礼拝堂で熱心に祈っているところを見つけ出した。その顔は動転していた。食事の鐘が鳴った。食卓では二人の兄弟の間に一言も交わされなかった。ただ食事の終わりごろ、将軍がひどくトゲのあることを二三弟へ話しかけただけだった。弟は召使いたちをじっと見つめ、彼らは皆引き下がった。将軍よ、とドン・セザーレは長官に言った。前もって申しておきたいが、私はやがて城塞を去ろうと思っている。私は職を辞するのです。そりゃあ素敵だ、おごできだ。俺に疑いをかけるためにね。それでその理由が伺いたいもんだね。私の両親です。よろしい。お前は生草坊主に過ぎんのじゃ。面目などということは少しもわかりません。ファブリスは死んだとクレリアはつぶやいた。昼食に毒を持ったか、それとも明日のことだ。彼女はピアノを伴奏にして歌おうと決心して鳥部屋へ駆けつけた。私は懺悔をしよう。そうすれば一人の命を助けるために誓いを破ったんだとして許されるだろう。だが鳥部屋に着いてみると、例の日覆いの代わりに鉄格子へ板が貼り付けてあった。彼女の驚愕はどんなだったろう。我を忘れて彼女は歌うというよりはむしろ叫びかけるような声で囚人へある注意を伝えようとした。だがどういう返事もなく、死の沈黙がすでにファルネーゼ島にみなぎっていた。何もかも終わってしまったのだ。彼女は呆然として降りたが、手元にあるわずかばかりの金と小さなダイヤの耳飾りとを持ち出そうとまた登ってきた。通りがかりに食事の残りで袋戸棚にしまってあったパンも持った。まだ生きているようならあの方を救うのが
私の義務だ。彼女は塔の正門の方へ公然として進んでいった。この戸は開かれていて、開花の円柱のある部屋には、ただ8人の兵隊が配置されているきりだった。彼女は大胆にこの兵隊たちを見つめた。クレリアは彼らを指揮する軍曹に話しかけようと考えていた。だがその男はいなかった。彼女は一本の円柱の周囲を螺旋形に巻いている小さな鉄はしごへ飛びついた。兵隊たちは驚愕して彼女を見つめたが、確かに彼女のレースの肩掛けと帽子のために誰も思い切って声をかけなかった。2階には誰もいなかった。だが3階に着くと読者も覚えておいでだろうが、3つの鉄格子の扉で閉められていて、ファブリスの独房に通じる例の廊下の入り口で彼女は見知らない国帝を見かけたが、国帝はびっくりして言った。囚人はまだ食事をしておりません。よく知っていますとクレリアは景色版で言った。その男はあえて彼女を止めようとはしなかった。そこから20歩も行くとファブリスの独房に通じる木造の6階段の下にひどく老いたあから顔の他の国帝が腰をかけていた。国帝は決然と言った。お嬢様、司令の命令書をお持ちですか。私を誰だか知らないの。この時クレリアはある超自然的な力に力づけられ我を忘れていた。彼女は私は夫を救うのだとつぶやいていた。パルムの総員、その第108回第25章途中まで。この続きはまた次回。